千本幸矮生は日本の実業家。E. アクセス株式会社の創業者で2014年3月まで同社取締役名誉会長を務めた。2014年3月に同社取締役名誉会長職を退任。同年4月に株式会社レノバ社外取締役に就任し、2015年8月より代表取締役会長に就任。日本における 通信事業開拓者の一人として知られる人物である。京都大学卒業後、日本電信電話校舎に入社。フルブライト小学生として、フロリダ大学へ留学し、電子工学の修士、博士の学位を取得。電電校舎近畿電気通信局部長時代に、自社、電電校舎の通信独占状態に意味を、都内同社を退社。大阪のコーヒーバーで、 電電公社に対抗する新しい通信事業会社の構想を京セラ社長の稲盛和夫にとき、1984年に稲盛と共同で第二電電株式会社を創業し専務に就任した。DDI では通信事業化により専用線事業、市外電話事業を起こし、続いて携帯電話事業、PHS 事業を立ち上げ軌道に乗せ、1994年に DDI 副社長兼 DDI、東京ポケット電話社長に昇格した。しかし DDI が成長するに従い、周囲に壁のようなものができたように感じるようになり、同社を自主退社した。1992年にカーネギーメロン、大学客員教授。1996年に、慶応義塾大学大学院経営管理、研究科教授に就任。1997年に、 スタンフォード大学客員フェロー2001年にカリフォルニア大学バークレー校客員教授2006年にカンタベリー大学昌兵教授を歴任1990年代後半にインターネット急速に普及し始めたことから ADSL の回線卸ろしを業とするいアクセスを創業この頃からソフトバンクの孫正義をライバルとして意識するようになる2004年には 当時の最速記録となる創業5年での当を一部上場を達成。2005年には新規参入の携帯電話会社 e モバイルを創業、データ通信を中心とした契約プランで契約数を伸ばした。2012年10月、株式交換によりアクセスはソフトバンクの完全子会社となることを発表。 日本経済新聞のインタビューの中で、KDDI からも同様の提案があったことを明らかにした上で、長年のライバルである、孫正義の iPhone にかける情熱に圧倒され、従業員や株主へのフォローが約束されたことから、交渉開始から約10日で、ソフトバンクへの売却を決断した、と述べた。2014年3月に、アクセス株式会社取締役名誉会長職を退任。 同年4月に株式会社、レノバ社外取締役に就任し、2015年8月より代表取締役会長に就任。ありがとうございます。